僕は社長なんだ。行くぞ。あら、いらっしゃいませ。社長さん、お一人？そうです。え？いや、そうなんだ。社長さん、初めてでしょ？さやか、マミ、お願い。さやかです。よろしくお願いします。マミですわ。今日はゆっくりしていってくださいね。それじゃあ、ごゆっくりどうぞ。ウイスキー入れますの？いや、いい。君たちのような美人が私の秘書として欲しいよ。お世辞でも嬉しいわ。なんでもないじゃないか。まあ、素敵な飲みっぷりですこと。惚れ惚れしちゃいますわ。マミの年はいくつだね？教えない。ちえ。ここはいいところだな。気に入っていただけて光栄ですわ。マミの本名は？私のことより社長さんのお名前を教えてほしいですわ。名前かな。まさか言えない名前ですの？ちょっとトイレに行きたいんだが、どこにあるんだね。カウンターの横にありますが。ご案内しますわ。一人で大丈夫だ。どうしよう。磯部さん。その声は。どうしてあなたがここに。まあ、細かいことは気にしないことです。それより、これを差し上げます。これは？あなたの名刺です。今のあなたが株式会社ローンの社長、有金よこせというわけです。助かりますよ。ボクルさん。ただし、一つだけ約束してください。絶
対にこの名刺を他人に見せちゃいけません。よろしいですね、磯部さん。気分が悪くなったの？そんなことはない。ねえ、そろそろ名前を教えて。さっきは君たちをからかっただけだ。私の名前は有金よこせ。これで納得したかね。の名刺を見せて。私も見たいですわ。名刺かね。この1枚しかないから大切に扱ってくれ。かっこいい名刺ですわこれ。あら、ローンってもしかしてローンの会社ですか？ん？ああ、そうだとも。知っているのかな？友達がちょっと。そんなことよりお酒を飲みましょう。とことん飲むぞ。気分いいな。もしもし。磯部さん、約束を破りましたね。あの子たちが見たいってせがむから、つい許してくださいよ、モグロさん。ダメです。ちょっと見せただけじゃないか。それがどうしたって言うんだ。開き直ってもダメです。さんはどこだ？まあいいか。それにしても不気味な親父だ。さて帰ろう。貴様、有金よこせだな。なんだお前は。莫大な利息を請求されて俺の両親は自殺したんだ。お前に殺されたも同じだ。違う、人違いだ。私は磯部。うるせえ。いやはや、とんでもないことになってしまいました。かっこのいい俳優に似てるならともかく、悪い人に似ているというのは不幸ですね。まあ、私との約束を破った罰かもしれませんがね。